NMB48 の12周年ライブを楽しもう。9月27日から30日の4日間行われる NMB48 12th Anniversary ライブのですね、なんと新情報を今回解禁したいと思います。じゃあまずはミカノからお願いしていいですか。はい、12th Anniversary ライブを、よく言いました、ライブ記念ランダム生写真1枚をご来場者全員にプレゼントします。おー最高、はい、すっごい太っ腹ですね。ここでしか手に入らない記念ランダム生写真をぜひゲットしてください。わー、ゲットしてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあそして 12th Anniversary ライブ内の企画を一部発表したいと思います。いいんですか、そんなことしちゃって、はい、発表しちゃっていいですか。お願いします。はい、各機コーナーがございます。わ、大好きよ、もうファンの人そういうの大好きよ、ね、いいね、はい、周年ライブといえば、はい、定番の各機制ごとに、うん、各機制ごとの歌唱も懐かしさがあっていいですよね、うん、いいね、はい、本当にね。そして今回の 12th Anniversary ライブでも、うん、機制ごとのコーナーがあるのですが、うん、どの日程にどの機制がフューチャーされるのかを、じゃあケイタさん発表お願いします。はい、9月27日火曜日 NMB48 12th Anniversary ライブ Day 1ホップ虫では2期生から5期生がフューチャーされます。そしてなるほど、はい、9月28日水曜日、うん、NMB48 12th Anniversary ライブ Day 2ステップ虫ではドラフト3期生と6期生、はい、そして9月30日金曜日、NMB48 12th Anniversary ライブ Day 3ジャンプ虫では7期生から8期生がフューチャーされます。自分の推しメンがフューチャーされる日に応募していただいてもいいですし、もし今ね1公演申し込んだよっていう方 もうどの公演来ていただいても違う内容のライブを楽しんでいただけるので、ぜひ全公演応募していただければなと思います。いやー、これは楽しみやね。そしてですね、はい、まだ新情報がね、あるんですよ、まだ実は、はい、なのでですね、まずはこちらをご覧ください。もう一つ劇場公演が始まるということで、はいはい、いやもうね今はねその NMB2 の3公演がね、はい、行われてるわけなんですけれども、もうさらにチームの垣根を越えた、うん、もう一つの公演がね始まるのはね本当に楽しみです ね、 楽しみですね。それこそ坂パンとかも全然なあんまりこうまたいだりとかもなかなかな、はい、うんうんうん、なってないから、なんかすごい新鮮ですね、なんか、うん、そうやんな、楽しみです。なんかいい案とかありますか。やってみたい公演的なね。そう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 、あの大阪出身じゃないメンバーだけで、うん、おもろそうだけで、あのめちゃくちゃ大阪曲歌う、うわ逆にあえてね、いいな、それ絶対ほんまにサンキュー入ってるやろ。絶対入ってるねアイラブ豚まん、アイラブ豚まん。坂田ありますか。やっぱ私とケイタさんはまだ現役の JK ということで、うん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 、学生だけでうわユニットじゃない公演やってみたいですね。いいね、学生はいいよ、見たいです。めっちゃケイタもやりたい、それいいですね、うん、学生だけ、いやいいですね、そういう新たな、ね、はい、変化が
見られるということなんですけれども、うん、あのファンの皆さんとですね、はい、一緒に公演を作っていきたいと思っております、うん、ということでですね、新公演のテーマをですね、うん、12周年ライブのコーナーで、ご来場の皆さんにプレゼンさせていただくような形になります、うんうんうん、ですね、私たちはですね、本当に難波に、ね、ある NMB48 劇場を拠点として、活動していてですね、本当に私たちが一番大切にしている場所です、新たな歴史を皆さんと一緒に作っていけるのはとてもとても楽しみです。ぜひですね、皆さん12周年ライブにご来場いただいて、投票にご協力いただければ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も9月27日から30日の4日間行われる NMB48 12th Anniversary Live、 ぜひお楽しみください。それでは皆さん、お楽しみに。